トライアンフに、2010年モデルですね、ストリートトリプルの R ですけれども、タイヤはご存知、クオリファイヤーが入ってます。それから、まあ表現変更は多くないんですけれども、メーター周りがですね、最新のメーターになっています。こういう感じですね。ボタンがこちらに移動になって、これで、インフォメーションの、欄が、変わります。で、こちらで、情報ですね、変わりますね、という内容です。楽しみですね。スピードメーター、時計、分かりやすいですね。トリップルストリップのところございます。こちら、ここがエンジン警告灯、オイルランプ、それから、これが、水温計ですね。でイモビライザーと、燃料警告灯に、ハイビームニュートラルランプというふうになっております。なかなか、見せる、インジケーターになっております。2010年、ストリートトリプル、675cc のタイプですね。メーターの方は、ストリートトリプル R と同じく、最新式のメーターに変わっておりまして、初見大きく変更はないんですけれども、タイヤ、タイヤがですね、ストリートトリプル R と違いまして、ストリートトリプルには、バトラックスですね、BT106R というタイヤですね。こちらの方が、どうもついているような、状況でございます。結構グリップしそうな、いいタイヤですよ。他の方の変更点は、どうもなさそうですので、今まで、と同じく、楽しい、ライティングをですね、楽しめるんじゃないでしょうか。以上、ストリートトリプル、ストリートトリプル R の最新情報でした。